本当にピュアにガンマフォースだけでスッと下ろしてくる。それだけで不思議なことにボールっていうのはまっすぐ飛んでってくれる。はい、タスゴルフいつもご愛顧いただきましてありがとうございます。今日もゴルフサイエンスの世界をお届けしたいと思います。今日もですね、千葉バーディークラブさんの方で撮影させていただいております。ありがとうございます。はい、タスクさん、はい、最近僕もタスクさんから教えさせていただいてて、はい、言葉がわからない部分が多く、はい、そのあたりを細かく解説していただきたいなと思って。そうですね、このシリーズではそれをやってますね。はい、言葉は言葉なんですけど、この意味が分かってくると自分のリテラシーレベルがあってですね、ゴルフのパフォーマンスがすごく上がっていくんですよ。それはもう小林君も含めいろんな方がですね、実際僕の目の前で検証してるので。そうですね、この回を見ていただければ本編でもすごく分かりやすくなってきて、はい、自分に落とし込めることができるなと、はい、そうなっていただければと思います。はい、ありがとうございます。ということで今回は、はい、ガンマホースとガンマトルクですね。ガンマの話ですね。はい、分かりました。お願いいたします。はい、チャンネル登録お願いします。はい、ガンマの今日話ですね。ガンマというのはグリップのこのハブのところに対して軸があります。アルファ、ベータ、そしてこれがガンマですね。このガンマ軸に対して沿うように直線運動を与えることをこういう直線運動ですね、これがガンマフォースと言います。このガンマ軸に対して回転運動を起こす、これがガンマトルクと言いますね。ガンマについてはですね、ガンマフォースというのがサスゴルフではもう主役です。すなわち引っ張るエネルギーということなわけです。このガンマ軸に対してグリップエンドを引っ張っていく、これをネガティブガンマフォースと言いますけど、このネガティブガンマフォースがあるからこのようにクラブというのは回転運動をしていくということですね。ネガティブガンマフォース、こういうことですね。どんどん与えていくと回転していくということです。僕の右手でやっていることはですね、ネガティブガンマフォースを与え続けているということなんです。それによってこのクラブは回転していっているという状況ですね。クラブが回転するこの主力のエネルギーというのはネガティブガンマフォース、グリップエンドを引っ張り上げる動き、その時の円の中心方向に加速度を与えると、これがガンマフォースの正体になります。ゴルフクラブはこの重心を管理して扱うことができ、そしてその主力のエネルギーがガンマフォースであればというのは、この時点でもですね、こう揺らして重心管理をしていく時の主力のエネルギーというのは実際引っ張るエネルギーなんですよね。そしてこれを大きくしていって、でこれダウンに入る、この時に切り返しが起きますけども、この時もこちらへスッと、これもガンマフォースですね。重心管理の状況でスッと引っ張り続ける、ガンマフォースを与え続けるということですね。これ初期エネルギーはシャフトの軸を横に押すベータフォースで入りますけど、その時も当然ガンマフォースをかけてるわけですね。それがこの初期エネルギーがこの辺りからグリップを引っ張っていく、地面方向に押す感じで引っ張っていくというガンマホースに転換していくと、そしてそのままガンマホースを持ってこのようにダウンに入るということですね。重心管理をしてガンマホースをかけ続ければ、あとはゴルフクラブ自身が勝手に自分で重心管理をしてヘッドをボールに向かわせていくということですね。なのでこのボールを打つときにヘッドをボールに当てようと思って打つ姿というのはこういう姿になります。今のエネルギーは基本的にはベータフォースというシャフトを横を切らせて動かすということですね。当然ボールはこのヘッドを当ててやろうと思うので、僕はここを掴んでこうやって当てられればいいですけど、それじゃ飛ばないのでここを使うんですけど、この部分に同じようなヘッドを当ててやろうというこういうエネルギーを与えれば与えるほどこのグリップですね、クラブって遅れてきちゃうんですよ。だからベータフォース主体でゴルフをするとこういうゴルフですよね。したとしてもボールはまっすぐ打てないっていうことですね、クラブ遅れてくるんで。ところが不思議なことにゴルフクラブというのは重心管理して引っ張り上げてスッとガンマフォースで引っ張り下ろしてくれば、実際はスッと引っ張り下ろすだけで、本当にピュアにガンマフォースだけでスッと下ろしてくる。それだけで不思議なことにボールっていうのはまっすぐ飛んでってくれると、これ偏重心特性ですね。何度やってもこのようにまっすぐ飛びますね。その究極の姿が第一振り子おじさん、すなわちこれをやってるわけです。このように
引っ張ってるだけですね。これずっとまっすぐボールを打ち続けることができる。重心管理して引っ張り続けるだけ。ちょっとラフにありましたけど、ボールは全部まっすぐ行くということですね、はい、できればそれを精緻に重心管理しながらしっかりと引っ張るエネルギーでクオリティの高いボールを打っていただきたいということなんですけども、その時の主力のエネルギーというのはガンマフォースということになります。この 3D スイングメンターはですね、重心管理を勝手にグリップと脳の連携に落とし込んでくれるっていう練習機になりますので、これをただ揺らしていただくだけでスッと重心管理ラインに入り、そしてそこから引っ張り下ろしてくるだけで、何が起こるかというとクラブはこのように勝手に重心管理をして前に出てくる感じが出るんですね。普通のアイアンですとですね、やはり変重心特性はもちろんあるからある程度飛ぶんですけれども、その変重心特性自体は大きくないので、アイアンをですねこのように扱ってもですね、ヘッドが前に出てくる感覚はですねあんまり出ないんですよ。それをこの 3D スイングメンターはですね、変重心特性を 30% ぐらい増してますし、重量も倍あります。なのでこいつを揺らして使っていただいて重心管理ラインに乗せることさえできれば、あとは勝手にクラブが前に出ていく、その前に出てたクラブエネルギーに対して体を解放していくだけでゴルフスイングが出来上がるということを目指した練習器具となりますけど、この練習器具の主力エネルギーっていうのもやはりガマフォースということになり、その間重心管理をし続けていただくということになりますね。このガマフォースについてはグリップエンドを引っ張っていくネガティブ、そしてグリップエンドを押していく方向がポジティブと言いますけども、このポジティブでガマフォースがですね観測されることはめったにありません。どんなプレイヤーでも基本的にはガマフォースで引っ張り続けることはできているということなんですけれども、問題はその引っ張るベクトルですね、このディレクションの管理ができている人がほとんどいないので、クラブは理想的に起動しないということになりますね。ディレクションっていうのは引っ張る位置みたいな方向とか、そう、例えばこのボールをですね、理想的なガンマフォースのディレクションというのはこういう状況になるわけですよ、はい、でここからただ引っ張って下ろしてくれば、ここね、ここからただ単にボールに向かおうとかすることじゃなくて、ただ単にボールないんだけどこっちに向いてるグリップエンド方向に引っ張り下ろしてやる、腕を落としてる感じですね。そういうふうにアクションをするだけでボールを勝手に打っていけるということなんですね。ところがこれがですね、例えば重心を外してそして持ち上げていくプレイヤーは例えばこのような姿になりますよね、はい、そうするとこちらにガンマフォース出すと当然当たらないわけですよ。なので重心管理を外してしまってマッチアップを起こしたプレイヤーっていうのは、変重心特性がしっかり確保できるところに一旦戻してこっから引っ張るいうことをせざるを得ないっていうことなんですね。ところがそのプロセスっていうのはほとんどコントロール不可能なんですよ。これが難しいってことです。なのでもちろんツアープロでもかなり個性的なスイングする人もいるじゃないですか。例えばこのようにスイングする人とか、大きくクロスに外してからも打っていける人っていうのはいくらでもいるんですね、はい、横峯さくら選手とか小田孝明選手とかですね。そのような方のスイングはだからといって非効率ということが言えるかというと全然そうじゃないですよ。効率的なんですよ、うん、なぜかというとそのようにクラブを扱いながらそのエネルギーを乗せてこのグリップエンドのディレクションをしっかりとコントロールできてるからですね。ただこのグリップエンドを引っ張ってくるこの部分についてはほとんどのプレイヤーは共通しています。マシュー・ウルフ選手もこのように持ってきますけれども、結局はここの P5 あたりのですねグリップエンドのディレクションコントロールというのは極めて精緻にされています。ここからしっかりと引っ張ってくるということは皆さんに共通してくるところなんですね。だからこれというのはそこまで持っていくために大変な練習量が必要になるということです。それよりはアマチュアプレイヤーの方はこの初期エネルギーの段階からクラブの重心管理をした方が結構結局は楽だっていうことですね。なのでこのガンマフォースにはガンマフォースを与えていくこのディレクションのベクトルのコントロール、そしてこのガンマフォースというのは何で与えるかというと、このクラブを
回転させるために与えているということは、すなわちクラブヘッドのいわゆる方向転換を常にさせているという根本的なエネルギーなんですね。しかもそれは重心管理を常に伴って与えていかなきゃいけないエネルギーということになります。なるほど。僕も昔このプロこんなスイングだからって言って、こんな感じでやろうみたいな感じで言ってたんですけど、まあ、そうじゃなくてみんなそこに共通してね、ガンマホース引くっていうところが、それは共通してるってこと。それはもうね、データ解析をしてるんで、はい、本当にかなりの数の USPGA の選手、あと僕は実際データを送ってるんで、はい、日本のツアープロの選手もかなりの数データで検証されてますけども、うん、ほとんどの方がガンマホースっていうのはしっかりとまんまに入っていて、ディレクションコントロールというのがそれぞれのプレイヤーの個性で行われているってことですね。ただその個性で行えるということは練習量が必要ってことなんですよ。そうじゃなくて練習量が取れないアマチュアプレイヤーの方はですね、できるだけ最初から重心管理をしていくっていうことをされた方が圧倒的に効率的ですね。なので 3D スイングメンターを開発したということになります。今それ聞いたら圧倒的そっちの方が全然近道じゃんって思っちゃった。いや実際そうだと思いますよ。例えばね、よくあるケースはこのアマチュアプレイヤーの方でこうやって持ち上げられてる人って絶対クラブっていうのは押して入るのでこのように遅れてくるんですよね。なのでボールとしてはこうやって右へスライドしていってしまうようなボールになります。それを打つ前にですね、少しメンターで揺らしてもらうと。そうすると今アマチュアプレイヤーのやったような動きでクラブを持ち上げるってことはできないんですよ、うん、重いし偏重心特性もあるから、今のようなアクションでクラブを上げていくことってこのメンターですね、それはもう不可能なんですよ。なので結局のところプレイヤーの方はこの初期エネルギーを後方に出すことによってクラブを揺らせるってことをすぐに分かるんですよね。もちろんコツとか肩がはまってるとかいろんな条件ありますけど、少しそのあたりを注意していただいて、メンターの使い方っていうのはあるんで、それに応じた形でこう揺らしていただくと、このように、そうするとこの重心管理に近いところにクラブが上がっていく。今までこのように持ち上げていた方がこのように揺らすようにガンマホース主体でクラブを扱える。その結果このような重心管理感で引っ張って、そして引っ張り下ろせば、まあ、ある程度このようにまっすぐですねボールフライトをさせていけるということをですね、分かってもらうことができますよね。特にこの 3D スイングメンターについてはですね、このガンマホースを引っ張るエネルギーを与えなければ全く動かないという練習球になっているということですね。今のはガンマホース、ガンマトルクっていうのもある。そう、ガンマトルクはね、このシャフト軸線上にこのように旋回させる。ガンマトルクというのはですね、基本的にはクラブというのはこのようにダウンに入るとですね、やはり少しこの重い塊がこちらにあるから、このようにクラブが開いていこういこうとするんですね、はい、それを抑えるようにスミネーションっていうんですけど、シャフトの軸旋回を起こしながらこのようにコントロールして使うこのエネルギーなんですけど、ただね、このエネルギーはねすごいちっちゃいんですよ。解析データを見るとこのガンマトルクっていうのはこのインパクト周辺あたりでもですね、そんなに大きな数値には観測されないんですよね。このガンマの軸に対する偏重心特性はあんまり大きくないからです。ただ一方でこのインパクト周辺でですね、莫大なエネルギーがかかってくる中でプレイヤーというのはほとんど能動的なアクションというのはできないんですけども、唯一このガンマトルクだけはですね、膨大なエネルギーがインパクト時点で発生している中で起こせるプレイヤーのこの回転運動なんですね。なのでガンマトルクというのはですね、往々にしてこのフェースのコントロールに使われるケースが多いです。そして自分でそれを扱うってこと、自分で扱うってことですね。ただこれは一つのマッチアップの形態であって、このインパクト周辺で莫大にこうガンマトルクを与えてですね、スピネーションアクションですね、これを与えてコントロールをしていくっていうことはですね、あまりいいアクションでないですね。要するにクラブが自然に偏重心特性を得てクラブが前に出てくるっていうことを何らかの原因で達成できなかった時にヘッドを遅れないようにボールにスクエアにしていくっていう動きになります。じゃあここでもう意識した方がいいとかは本当に、まあ、ないですね。ガンマトルクについてあまり意識をしすぎるとオーバートルクになってしまう可能性もあるし、これはですね、ガンマ方向のこのローテーションというのはどちらかというとクラブが勝手に作り上げるぐらいに思っておいていただいた方がいいかもしれないですね。なのでガンマトルクの話というのもあまりこの発信の中には出てこないということになりますね。じゃあガンマの中にはフォースとトルクがあって、その中でもガンマ
フォースを使っていくといいと思います。そうです、ガンマフォースは主役になりますね、エネルギーとしてね、はい、というふうに理解していただければと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ダスクロフ、今日もですね動画見ていただきましてありがとうございます。この動画がいいと思われた方はグッドボタン、そしてチャンネル登録の方で応援していただければと思います。そしてご質問もですねコメント欄の方にいただければできるだけ多くこの動画内でお答えしたいと思っておりますので、ぜひどしどし入れていただければと思います。ということで次の動画でお会いできればと思います。ありがとうございました。はい、タスクさん今日もお疲れ様でした、はい、お疲れ様でした。タスクさんのベストスコアってどのくらいなんですか、はい、ベストスコアってゴルフ場によるじゃない。短いところがあれば難易度が低いところがあればっていろいろあるじゃない、はい、河川敷とかで、あとあまり長いコースでなければですね、はい、アンダーで回ることはもちろんありますけど、はい、ただそれもですね実際はアンダー初めて出したのは10年ぐらい前かな。あ、だからそんなに昔じゃないんですよ。すなわちおじさんってことですよ。20代と30代、はい、でアンダーなんか出したことなくて、ゴルフクラブエネルギーのことの研究を始めたのが多分 6,7 年前でしょう。ってことは50代のミドルに差し掛ってるタイミングでしょ。そっからああだこうだって言ってマイケルのところに行ってっていうプロセスの中でパンパンとこうアンダーが出るようになったけど、ただ正直言って遅いですよね。大体20代30代でアンダー出したことなくて、50代のおじさんが出すっていうこと自体は変でしょ。変ですね、そこから急に。いや、そうそうそう、だからクラブエネルギーだったってことなんですよね。それはさ、だって同じコースでもバックとかフルバックで打てばなかなかそれは難しいっていうことじゃないですか。なんだけどでもほらやっぱりいいスコアで回ることに慣れていくってことはすごく大切なことなんだね。だから一時はね同じコースでももちろんフルバックとかバックで回ることも多いんですけど、はい、よくねレギュラーとか場合によってレディースとか意外にレディースから回ってもスコア変わらないのよ、はい、それは実際はゴルフはスイングだけじゃないって話ですね。ただやっぱり多分言えると思うのはレギュラーとか短めのシニアティとか、はい、そのあたりでいいスコアで回っていく癖をつけていくっていうのはすごく大切っていうことですよね。もちろんしかも距離がある程度限定されていくと使っていくクラブの種類もどんどん増えるんですよ、うん、要するにすごい長いコースにしてしまうと、そうするとドライバーの後にどうしてもウッドで打って、そしてアプローチ系は全部ミドルアイアンみたいな、または場合によってはユーティリティ系のクラブになっていくっていう、はい、これはこれでゴルフとしては面白いんですけど、うん、ただクラブの選択がだんだん限れてきてしまうんですよね。それに対してシニアティーとかレギュラーティーとか場合によってはレディスティーで回られると、そこにもう無限なクラブの選択って出てくるんですよ。例えばロングホールだってシニアティーぐらいから回れば全部アイアンで場合によってはバーディーも取れるっていうような状況になってくると、うん、そこでどういう風なゴルフをするかっていう自分の自由な発想が出てくるんですよね。それはね結構面白いです。そういう楽しみ方もあるんですね。そうです。例えばハワイとか行くじゃん。そうするともう8番アイアンだけで回ったりとか、よくやりますよ。バンク入っても8万円だけでみたいな、そういうのも含めていろんな工夫をねできていくんですよね。これがもうめちゃめちゃ長いコースにしちゃったら最初はドライバー決まっちゃうし、うん、それからやっぱりどうしても飛ばして飛ばして飛ばしてっていう発想になるでしょ。そうじゃなくてある程度距離を、その同じコースの距離を限定してしまうと、で途中でどういうボールを作ろうかとか、どうやってボール曲げようかとか、そういう発想にだんだんなってくる。これでゴルフを作り上げてるのがめちゃめちゃ面白いですよね。それ面白いですね、うん、ゴルフっていろんな楽しみ方があるんだなっていうふうに思って。本当そうですよ。だから自分のテーマ次第によって全然ゴルフの回り方が変わりますよね。あ、それ自分のテーマを持っていろんな遊び方をできればすごくゴルフも楽しくなるんじゃないかなと思って。そうそうそう、まあ、そこがタスクさんがいつも言われてる楽しく回ろうとかやろうっていうところになってくるんじゃないかなと思いましたね。だそういうゴルフを楽しむというところに共通項がある人が結構僕の周りにすごく今増えてきていて楽しいですよね。スコアだけじゃないんだけど結果的にスコアがみんな良くなっていくっていう、うん、笑いながらみたいなことが本当実現してきているんですよね。それはすごくいいですね、うん、それでタスクさんみたいに最近というか10年次くらいから良くなっていたっていうところで皆さんに夢があって。そうかもしれませんね。なのでやはりクラブの使い方というのは厳然とあって、それをある程度きちんと理解して動かしていくようなことができればですね、本当に今現状のスコアから10、15打ぐらいをですね良くしていくことはそんなに難しいことじゃないとすれば、その先にあるゴルフっていうのは全然変わってくるってことでしょう。そうすると本当に楽しいゴルフができると思いますよ。そうですね、はい、タスクさん長くゴルフ楽しむってすごいテーマだと思うんですけど、それに向けてそういう研究とかも結構されてるんですか？そうね、基本的にはもちろんクラブエネルギーの研究もそうだけど、はい、でもやっぱり長くゴルフをやろうと思ったらそれこそクラブの使い方とかテクニックということもあるけど、はい、それ以上にやっぱり体のコンディションをキープしなきゃいけないとか、はい、メンタルとか集中力とか、はい、やっぱ楽しくゴルフをし続けなきゃいけない、それに対する自分の準備っていうのは常に必要になってくるわけね、日々ね。なのでそのあたりはすごく気をつけてますけどね。タスクさんのサプリとかもじゃあその研究の一
貫としてやってるっていう。それはそうですね、実際も自分でずっと使ってたもんなんで、そういう過程の中で50成分ぐらいめちゃめちゃ試して、結局効果のあるものだけいくつかの成分に集中してですね、それを満々に入れてるっていう感じなんだけど、それは相乗的にうまく作用して、成分ってね2つ入れることによって相乗的な効果があるっていうケースもたくさんあるんですよ、うん、そういうことも考慮しながら成分を決めて作ったんですよね。そのあたり聞くと複雑そうだなと思って、そしたらもうタスクさんが勧めたやつ僕は飲みます。かける君はそれでいいと思います。若いからね。でも基本多分ね、体のコンディションとかパフォーマンスを常に維持するにはすごく役立つと思いますよ。そうですね。じゃあこれからもタスクさんの言うことだけ聞いて生活していきますので、ぜひ今後ともよろしくお願いします。 YouTube とか僕のわけわかんないところについてはかける君の言うことを聞いてじゃあ相乗効果ですね。今日もありがとうございました。ありがとうございました。タスクゴルフではゴルフサイエンスジェイコブ 3D について公式 LINE で情報発信をしています。ぜひ登録よろしくお願いします。